ロバーツ監督が大家のユニフォームを買おうとしていたことを明かすドジャースのデイブ・ロバーツ監督が20日日本時間21日 MLB ネットワークのラジオ番組「シリウス x m に出演家族のために新加入した大谷翔平投手のユニフォームを買おうとしちょっとしたアクシデントがあったと明かした ロバーツ監督は、球団に言いたいことがある、と切り出し、将兵ユニフォームを買おうと思ったんだけど、関係者割引ができないってさ、と語ると、司会者たちは爆笑。続けて指揮官は、だから、私はそれくらい、通常価格で買うくらい、家族のことを愛しているのか。と、自問自答したよ、わら。 割引価格で買おうと思ったんだけど、実現しなかったね、と、割引が適用されなかったことを苦笑いで明かした。ロバーツ監督は、割引があってもなくても、あのユニフォームは飛ぶように売れるだろう、と語った。今期、大谷は球界全体で日本人初となるユニフォーム売り上げ1位に輝いた。 12月に人気球団ドジャースへの加入が決まると日米のグッズショップで大谷ユニフォームは大人気となっている私がまとめたネチズンのコメントは次のとおりですいいねえ関係者割引家族が着用して応援するために購入するんだろうね実際着用したユニフォームなら本人から監督に普通にプレゼントしてくれると思うけど飾るしかできない 来て応援するには、大谷翔平選手のサイズだと大きすぎるから、購入するんだろうね。早速、購入とか、すごいファンだね。まだあまり知られてはいないけど、ロバーツ監督は母親が日本人で日本、沖縄、生まれの人。日本語は話せなくても聞き取ることは少しできるんだそうな。 栗山監督にしろエンゼルスの監督たちにしろ大谷選手は監督に恵まれてる数年前に大谷 T シャツを買ったのだがユニフォームは本物と同じ生地なの監督ならシーズン中に着用したサイン入りのものもらえそうだけどね監督にして最大の大谷ファンですね大家の入団会見時のあの笑顔は作ってなくて自然と溢れ出たのが見て分かりますよ ロバーツ監督は面白いね。沖縄人のゆったりしたところと陽気なアメリカンがまさに融合したお人柄ですねメジャーだから毎試合クリーニングや新品のユニフォームが支給されるんだろうね使い捨てに近い状態裏では大家の着古したユニフォームやアンダーシャツの争奪戦それも球団が管理 エンゼルス時代に他球団のオフィシャルショップで大谷選手のユニフォームが売られている異常さショップ店員は欲しい人がいるから奥のさ。儲けときだよと当たり前のように話してた企画外すぎて笑えたそのうちドジャーズにデコピンユニフォーム加わったりしてロバーツ監督の笑顔と関係者割引のジョークが最高です明るくて面白い人ですね これはいい宣伝になるね。もちろん意図していることではないと思うけど監督でさえ定価でしか買えないのだからみんな公平な感じするからわら一流のジョークですよねロバーツが望めばサイン入りが1ダース届きますよロバーツおもしろ W 入団会見の時の満面の笑顔とこの話でロバーツの株上がったは「車販の除外品ってやつだね」 エンゼルス時代にこんな話題なかったから新鮮で面白い通訳の水原に頼んで公家のサインをもらってください1枚100万円の価値がありますネットなら300万円で売れます5は翔平のサインの書き方を覚えるだけだなくらいのアメリカンジョークがあってもよいかと監督だけでなくチームの奥さんや子供からもせがまれるだろう ロバーツ監督は確かお母さんが沖縄出身の日本人でしたよね。